こんばんは、かなめです。コンビニスプーンの有料化に向けた法案が閣議決定されました。去年7月に始まったレジ袋有料化、日本国内でどれだけ効果があったかも、ろくに提示せず、今回スプーン有料化に踏み切るなんて、本当にね、小泉環境大臣はですね、今回のプラスチックスプーンにとどまらず、プラスチックフォーク、ストロー、マドラー、串やカミソリなどのホテルのアメニティ、これらをですね、今後有料にしていくという方針です。レジ袋有料化、今回のスプーン有料化のね、このね、一連の流れについてね、僕はね、マジで意味わかんねえからって思ってます。今日はですね、簡単に大きく2つのポイントを挙げてお話ししていきたいと思います。1つ目がですね、そもそも、去年の7月から始まったレジ袋有料化っていうのは、これ、本当にエコだったのかということ、今回のスプーン有料化に踏み切った経緯がとんでもないということ。ではまず1つ目、まずそもそも去年2020年に義務付けられたレジ袋有料化ってエコだったのかについてです。結論ですね、レジ袋有料化政策はこれはね、全くエコではありません。むしろ日本のあのね、プラスチック製のね、あのレジ袋を使う方がエコなんですね。これはですね、半年前にもこの動画にしたんですけれども、もう一回簡単におさらいします。まずですね、皆さんレジ袋を燃やすと害が発生するとか思っていないでしょうか？聞いたことは一回あるんじゃないですか？でもね、それね、全くのデタラメなんですよ。日本のね、レジ袋はですね、理論上、燃焼時に発生するのは二酸化炭素、水、そして熱以上なんですね。つまりですね、燃えるゴミに捨てて燃やしてもね、レジ袋っていうのはね、環境に影響をほとんど与えないわけなんですね。そして、日本のレジ袋はですね、実はレジ袋を作るために作られているのではありません。これどういうことかというとですね、実はですね、あのプラスチック製のね、日本のレジ袋っていうのは石油を生成するときにできる副産物なんですね。ポリエチレンというのはね、石油やガソリン、重油などを生成するときにできる余り物副産物なんですね。つまりエコバッグをわざわざ材料を集めて作るよりエコなんですよ。石油をね、生成するときにできちゃう副産物だから。これはね、皆さん聞いただけでもレジ袋有料化政策っていうのは愚策だと思いませんか？そしてですね、繰り返し使うエコバッグよりその都度捨てるレジ袋の方がうんと衛生的だということなんですね。これは2011年イギリスの環境省が出した資料です。イギリスではですね、2011年レジ袋を使う代わりにエコバッグを使うことでどれだけ環境負荷が抑えられるのかっていう実験をしたんですね。その結果ですね、イギリスでは一つのエコバッグを100回以上使って初めてレジ袋1枚の環境負荷 を下回ったんですね。エコバッグは作るだけで、レジ袋100枚以上の資源を使っているってことなんですね。ちなみにこれはもちろんイギリスのレジ袋の話なんで、日本のレジ袋の技術、レジ袋を作る技術っていうのは世界一で優秀ですから、エコなんですね。イギリスよりももっとエコバッグを使う回数を増やさなきゃいけません。そしてこれ、エコバッグを選択することは考えてないんですよ。もしエコバッグを選択するならば、さらにエコではなくなってしまうということなんですね。そして最後にとどめです。これは物理的なことなんですが、レジ袋を減らしたとしてもプラスチックゴミっていうのは減らせないということなんですね。はい。総務省によるとですね、日本国内で今出てるプラスチックゴミっていうのは年間総量900万トンなんですね。で、そのうちレジ袋が占める割合何パーセントだと思いますか？ですよね、1.7% です。もし100歩譲って小泉環境大臣や環境省が本気でね、プラスチックゴミ削減に取り組むならば、もっと芯を食うプラスチック削減に取り組むべきじゃないですか。こんなね、パフォーマンスありきの政策はですね、言っちゃえばこれ、税金の無駄遣いなんですよ。もうね、これはね、本当に小学生でもわかるんじゃないですか。ねえ、本当に税金の無駄遣いだよって絶対に思ってる小学生いるからね、100人ぐらいいると思うよ。100人ぐらいいると思うよ。100人ぐらいいると思うよ。じゃあ次にですね、スプーン有料化一連の流れ、僕はおかしいと思ってる大きなポイント二つ目なんですが、スプーン有料化、今回のスプーン有料化に踏み切った経緯がとんでもないこと。どういった経緯がですね、とんでもないかというと、経緯がないことがとんでもないんです。これどういうことかというとですね、普通はですね、ある政策を実行するなら、例えばこういった課題があります。そしてこういった政策をこれから実行すれば、こう社会が良くなります。なぜなら今までこういったデータがあるからです。これが政策を実行するプロセスですよね。しかしですね、今回はそういった経緯をすっ飛ばして閣議決定したのは問題なんですよ。今回のスプーン有料化に向けた法案っていうのは、そもそも国民のね、毎日の買い物にいわば増税することなんですよ、増税。じゃあ、この実質増税政策を通すために何が必要か。それは有権者が納得するような説明が必要なんです。今回のスプーンなどの有料化に向けた政策はですね、有権者にきちんとした説明はなされてないんですよ。普通だったらですよ、去年の7月にレジ袋を有料化した効果がありました。国民の環境意識が変わり、
さらにプラスチックゴミが6ヶ月で〇〇%削減、6ヶ月で何万トン〇〇トン削減されました。だから国民の皆さん、以上のようなね優れた効果がねレジ袋有料化政策にはあったので、今回じゃあそれと同じスキーム、スプーン有料化に踏み切るんです。はい、こういう説明がさ必要でしょ。しかしですね、こういった説明経緯を吹っ飛ばして今回スプーン有料化政策を実行するしたんですよ。まあでもですね、環境省によるとですね、一応こんなことを言ってるんですね。レジ袋有料化になってから、去年の7月から国民がスーパーやコンビニでレジ袋を断る辞退率っていうのが、これが 70% になった。多くの人が断った。だからレジ袋有料化で国民の環境意識は変わったんだ、こういうことを言ってるんですね。ただですね、僕はねこの説明納得できないですよ。レジ袋をですね、そもそも辞退する人はですね、環境への意識が変わったからではなくですね、単に毎日の生活の中でプラスでお金を払うのがもったいないから、こういう人もですね僕は一定数いると思うんですよ。まあこれは本当に、ね、個人的な感想なんですけど、そういう人結構多いんじゃないですかね。まあ小泉環境大臣はね、確かに言ってました。国がね規制をして、こういう国民の環境への意識を変えたいって言ってました。国民の環境への意識を変えたいって言ってた。じゃあ100歩譲って国民の環境への意識づけを変える政策ならば、辞退した人はなぜレジ袋を断ったのか、このサンプルをね、なぜ断ったのかっていう、このサンプルを数千人数万人単位で実施してくれよ。じゃなきゃ国民は納得しないよと思うんですよね。ちなみに僕はね、レジ袋有料化政策だったりスプーン有料化政策には、まあもちろんねもう分かってると思うけど反対なんですよ。反対だけど、反対なんだけども、小泉大臣がねそれでも政治家として国民にきちんと説明して環境省という官僚を動かしていくこと自体は、それが筋通ってるやり方、それが民主主義国家の政治のあり方なんですね。僕がですね今日一番言いたいのはですね、国民への説明、前のレジ袋有料化の効果もきちんと説明示してないのに、国民の意識づけとかねいうね、上から目線のお上のパフォーマンスはやめろよってことなんですよ。本当にいい加減にしろよっていうことなんです。はい、最後になるんですが、基本的にですね、国家というのはですね、官ではなく民の経済力や知力、アイデアなどなどで豊かになるものなんですね。国家というものはね。しかしですね、政治家や官僚は国民から多額の税金を徴収しながら、より良い社会を作る、国家を豊かにするのは自分たちであると、こう思ってしまうんですよ。彼らはですね、国民の財産を税金として、徴収し、論理立てて使えば国は良くなると考えるんですよ。まあそういうものなんですね。だから国民を教育してやるよというね、意識づけで上から目線の政策をしてしまうのはしょうがないんですよ。まあ今回だったらね、小泉大臣がね上から目線に見えるっていうのは、まあそれは小泉大臣が悪いんじゃなくて、関東はそういうものなんです。そういう考えなんです。じゃあね、僕たちはどうすればいいか、ふざけた政策をさせないために、官にさせないためにどうすればいいか、それはですね、政府にお金を握らせないということなんですね。つまりそれは僕たちが、民衆がね、民が減税の意を示すことなんですね。国民がこれ以上1円の増税も許さないよって示すことが大切なんです。皆さん、税金は余ってるんですよ。税金が余ってんのに、小学生が見てもおかしいような政策が生まれてるっていうのは、それは増税をね、僕たちが増税を許して、彼らに税金を与えてるからなんですね。要はですね、僕たちは官の好き勝手に増税させないぞ。これ以上民を圧迫するような規制を設けさせないぞ。こういう気持ちで、民が官を見張る。国家のね、主人公っていうのはお上じゃないんだよ。民なんだよ。僕たち民衆なんだよ。官僚に好き勝手お金を渡さないぞっていうね、主張を常にぶつけていく。これがですね、今の日本政治を根本的に変える上で一番大切なことだと僕は思っています。はい、今日もご清聴いただきありがとうございました。動画投稿最近休んでましたけれども、これからどんどん上げていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。それでは明日も日本の誇りを取り戻す。